野崎チャンネル。ちょ、さあ、プロ野球ニュース。はい。ということで、とうとう出てきました。本日、ネットメディア等も含めてね、報道がありましたけども、最速153キロ、打っては高校通算45本塁打を誇る、東邦高校の二刀流、森井翔太郎くんが、進路をメジャー一本に絞り、マイナー契約を目指すことが20日分かったと。アメリカの大学進学、そして NPB 入りの可能性も残していたが、3、4年後のメジャーに上がっていたいという構想で夢舞台に挑む決意を固めたと。今日21日にも NPB12 球団に意思表示を、の文書を送ると。ね。2日に、プロ野球志望届を提出、日米が注目した進路は、茨の道とも言えるメジャー挑戦だったって、ね。アメリカ行って思いが決まったと。十分ね、通用する部分があると感じたと。9月にね、ご両親と共に渡米して、いろんなね、施設も見たっていう報道もありますし、それでね、もう高校からね、NPB を経由せず、メジャー挑戦というところでね、いやー、出たね、とうとう。でもこれはね、佐々木チャンネルで、前々からずっと言ってますけどもね、ロッテの佐々木朗希問題ね、ここでね、ポスティングね、させてくれって言っても、ポスティングっていうのは球団の権利やと。お願いすることはできるけど、それが叶わなかったらって、ああだこうだ文句言う筋合いはないとね、自分自身の権利、FA を取ってね、自分の意思のもとをメジャー挑戦すればいいんやからね、そんなことはまず世の中にないっていうね、ところをこのチャンネルでも何回も言いましたけども、ね、それ言うんだったら、もうわざわざ NPB 入ってくんなと、直接メジャー行けいい話じゃないかと、美味しいとこ取りするのは、それはダメやというとこ言ってましたけども、とうとうね、森井君が直接メジャー挑戦というところでね、まあこれまででもね、まあメジャーね、ドラフトにかからなかったからメジャー挑戦したっていうようなね、選手はいましたけども、ドラフトにかかるような選手が行ったっていうのは、当時エネオスのね、田沢、選手とか、あとはパナソニックの吉川選手なんかがね、それに準ずるのかなっていうところもありましたけども、とうとう出たね。でもいいんじゃないですかね。NPB に入れば FA 取らないとね、まあ、ポスティングっていうのはあったとしてもね、メジャー行きが遅れるっていうところでとね、ワンウェイからでもね、アメリカに行って挑戦したいっていう思いでね、挑戦するのは、それはもう本人の自由だからね。俺はもうそういうのがね、どんどん出てくればいいなとも思うし、まあ、昨年のね、林太郎くん、佐々木林太郎くんみたいに、スタンフォード大学、あれはね、ちょっと誰もが行けるルートじゃないね、いろいろ調べたけど、お金もかかるしね、いろんな力もいるし、それに向けてね、そこに行くっていうのはなかなかね、みんながその後を追うようなストーリーじゃないからね、なかなかその大学進学っていうのはね、一般で考えるとなかなか難しいね。やっぱ俺もいろんな人に聞いたりね、調べたりしたけども、そうなったところで言うとね、やっぱこのね、もう 1A からだから、日本で言うとね、 1A とかルーキーリーグはね、日本で言うともう独立リーグだね。2軍とかでもないね。まあそれぐらい、まあ厳しいね、行った人とかに聞くと厳しいところでもあるし、まあマックス鈴木さんがね、言ってましたけど、バスに揺られてね、マイクロバスに揺られて、しかもね、日本の長距離バスよりも全然質が悪いバスで12時間揺られて試合しに行ってね、そんでまた12時間乗って帰ってくるみたいなね、でハンバーガーとかピザとか食べてっていう過酷な中っていうところはあるけどもね、でもまあ本人が望んでいくんでね、これはしっかりね、頑張ってもらいたいっていうね、ところもあるけども、このね、プロ野球志望届、プロ志望届、ちょっとね、これはね、ちょっと俺はね、変更した方がいいんじゃないのかなっていうところをね、最近感じるんだけどもね。まあ、それは何かっていうとね、まあ、大谷翔平が、日本ハムに入った経緯でも一緒なんだけども、このプロ志望届っていうのは、NPB もそうだけど、メジャーに行きたい選手も出さなきゃいけないんだよ。日本の NPB だけじゃないんだよ。メジャーに行きたい選手も出さなきゃいけないっていうところで、大谷翔平もその高校3年生の時ね、18U 世界選手権から帰国後の9月18日にプロ志望届を提出したと。で、この時点では日本プロ野球でプレーするのか、それとメジャーに挑戦するのか明言しなかったと。そしてドラフト4日前の10月21日と、大谷翔平は改めて記者会見を開き、メジャー挑戦を自ら表明したと。その間、家族をはじめ学校関係者と実行を重ねたと聞くと。で、高校生のドラフト1位候補が直接メジャーへ挑戦するケースはないと。それだけ大谷の決断は非常に重く、記者会見を持つ意味は大きかったと。で、大谷の発言を受け、NPB 球団は反応を分かれたと。すなわち指名を回避するのか、それとも強行指名するのかっていうところで、まあ、日本ハムの球団は大谷の意向を尊重して、指名を回避したと。しかし、日本ハムはプロ野球志望届を提出した以上、NPB ドラフトの指名対象選手であると。交渉権を得る選択へ踏み切ったと。だからドラフト1位で指名したと。で、その後ね、いろんなことがあって、大谷はね、NPB に傾き、日本ハム入団へ傾いてね、入団することになって、メジャーを断念を
働いたってなった時にね、疑われることになるのよ。裏でがっちりできてたやろうと。そんなことはないと思うけどね、昔の PL の小松さんの早稲田とかもね、いろいろ、まあ、中でどんなことが起きてるか俺は分からないけどもね、そう考えたりするじゃんね。そんなことはないと思うけど。だからね、俺は日本の NPB プロ志望届とメジャープロ志望届、分けた方がいいと思うのよ。そしたらね、これだって、今のこの大谷の時の例で言えば、森井君も指名できちゃうからね、日本の球団はね、志望届出してるっていうね。で、しかも大谷の時もね、この森井君のようにメジャー挑戦しますって言って、もう同じルートで来てんだよ。でも当時はね、日本ハムが強行指名してっていうのもあるから、日本の他このプロ野球もね、本人は言うけどもって言ってね、どっかまたね、これでこうやって強行指名して入団とかあったら嫌やなみたいな感じになってね、どうすそ強行指名とかもありえるわけじゃん。でそこで話し合って傾いて、いや、じゃあやっぱりメジャー挑戦諦めて日本の球団入りますっていうのも考えられなくないもないのよ。前例があるからね、大谷の時のように。で考えたら、プロ志望届、今は NPB に入るにもメジャー挑戦するにも必ず出さなきゃいけない。でももうこれはメジャー挑戦するって言ったらメジャー志望届で、 NPB でいいんだったら NPB 志望届出す。で日米ではね、紳士協定があって、ね、そのドラフトにかかるような選手はドラフト前にアメリカが取らないと、ドラフトに指名されなかった選手の中から取るとは OK ですよっていう紳士協定みたいなね、あるんだけども、だからこう強行指名しやすい。でもここはもう思い切ってちょっとルール変更ちゃうかとね、こっから多分ねたくさん出てくると思うんだよ。でもその中でね、メジャー挑戦するって言っても、日本の球団が強行指名とかって、いや、いろいろ説明聞いて、なんか分厚い資料もらって、いや、なんか共感して一旦入りますっていうのも前例あるから考えられるわけじゃん。 でそうなったら他のね11球団もたまったもんじゃないからね、まあ、裏で話できてたやろとかって勘ぐられることもあるからね。そんなことはないと思うけどもね。でもそうなってくる恐れがあるから、今回このね、森井君の判断は素晴らしいし、今度ね、非常に頑張ってもらいたいっていうところはあるけども、ルールとして、立て付けのルールとして、メジャー挑戦する人はメジャー志望届、日本のプロ野球のドラフトにかかってもいいですよっていうのは NPB ね、志望届っていう、これね2つに分けた方がいいよ絶対。そうじゃないとね、またね、なんか抜き打ちみたいなね、一人だけみたいなことがね、起きる可能性も十分考えられるからね。しかも昔はね、タザールールってね、タザーが NPB ね、しないでそのままね、アメリカに渡ったっていうところで、タザールールっていうのができたんだけど、もう今撤廃されてんだよね。なんか独占禁止法かなんかのね、法に触れるかもしれないっていうところで、このタザールールね、NPB のドラフトを蹴ってまでアメリカに挑戦した選手は、高卒だったらそのメジャーを辞めてから3年で、大卒社会人だったら2年間どこのもチームにも所属しないかったら日本復帰できますよっていうルールだったんだけども、それはもう撤廃されてるから、もう今ね、思い切ってアメリカに挑戦してダメだったら4年後ね、 NPB のドラフトにかかるっていうところの選択肢もあるからね。そういった意味ではもう直接ね、アメリカに挑戦しやすいっていうのね、環境にあるんで、まあこういう選択肢もね、出てくることはこれからめちゃくちゃ多くなると思うんだよ、正直ね。しかもこの森君がいい形でいったら、それがね、もう指針になっていくからね、もう一番最初のね、もうファーストペンギンだよ、ファーストペンギンになっていくから、あ、そういうルートもあるって、あ、こういうルートありますよって、そのパイプもできるっていうことになってくるとね、それに準じてね、今だから今度ね、来年からの森君の活躍を未来のね、野球関係者たち、野球選手たちは見守るわけよ、あれでもいけんのかなってね。で、それでいけたら、それにね、追随してそういうルートもいっぱい出てできてくるからね、できてくるからこそ、何回も言うけど、NPB プロ志望届とメジャープロ志望届ね、これを全く2つに分けて、メジャープロ志望届に出した人はもうドラフトには絶対かけちゃダメ、ドラフトは指名できませんよにして、 NPB 志望届の人はドラフトに指名できますよっていう、この2つに分けないと、プロ志望届だけだったらね、メジャーに挑戦するって言って裏で強行指名して入団っていうのもね、過去あったことだからね、ないとは言い切れないから、そういったところもね、平等にするためと、そういう大動員会社が起こらないようにね、ちょっとルールはね、分けて決めた方がいいんじゃないのかなと。でもこういうのできていいね、直接行くね、まあ、新しい環境もあるしね、
それにのっとってまた日本のプロ野球界もね、何かしら大きくね、変わっていくことも十分考えられるしね、このね、まあ大変だと思うけどね、1A からだとね、でもその大変な茨の道の中でね、どう成長していくかっていうね、今大谷も活躍してね、いろんな選手が日本人頑張ってるから、それでメジャーでいち早く行きたいっていう選手はね、そういうルートもあるからね、誰もしなかったことをファーストペンギンになって森井君がやって、それでいい形になっていけばね、これからの指針になるからね、非常にこれはね、野球界にとってはね、大きな挑戦でもあるし、それをね、応援したいっていうところもあるしね、その中でね、どういうふうに活躍してるのかね、非常に興味があるっていう中ではね、とうとう出たなっていうね、これはこれからも出るぞと、そのためのルール変更は大事だとっていうね、こういったところもね、選手会とかに、まあ、やってるとは思うけどもね、訴えかけて球団と話し合って変えてほしいよね。俺はそういうところも変えた方がいいんちゃうかっていうところはね、プロ野球ね、おせっかいだから、佐々木はね、おせっかいコメントを出していきますよというところで、佐々木がこのね、森井くんがね、東邦高校ね、森井くんが、ね、二刀流メジャー挑戦、ドラフトに、かけないでくださいっていうね、ところのニュースを見てね、感じたことをね、動画にしてみました。皆さんね、どういった意見をお持ちでしょうか。ぜひお待ちしてます。